ドリンチェサです。今回はこちら、ポケモンの食玩やポケモンセンターでゲットした商品、一緒に見ていきたいと思います。はい、どこから行こうかな。じゃあまずはリクエストもらったポケモンウェハースチョコから開けていきます。ポケモンコレクターズシール全24種。さあ今回は誰が出るかな。ミライドン、コライドン見たいけどどうかな。はい、中のウェハースはこんな感じ。原材料に含まれるアレルギー物質は28品目中、乳成分、小麦、大豆だけとなってます。もうアーモンドとか入ってないんですよね。はい、ではシール、どこ？あ、ここだ。ウェハースの後ろに隠れへんぼ。あ、これはチルタリス。表は？サーナイトだ！ 9 番サーナイト出ました。やったね。キラキラのかっこいいシールです。かわいいね。はい。クワスニャオハホゲータにも来てほしいな。2個目は、どうだ？お！ニンフィアとイーブイの裏はハッサムでした。ハッサム。これもグリーンですね。グリーン以外のバッグが見たいな。さあ、続いては誰だ？お、これは、ルガルガンかな？お、これなんか続きそうじゃない？ここがこう繋がる感じだね。おー、繋がるやつ発見。ゲンガーでした。ゲンガーが14番で、14、15で繋がってたのね。なるほど。また繋がったの来るかな。え、顔が見たいよね、さっきのやつの。次は誰だ？あ、ハッサムだ。ハッサムの裏は？サザンドラだって。サザンドラ、21番。かっこいい。紫。紫、紫。緑、緑って。別の色来ないかな。さあ、誰だ？あ、これは、コライドンの裏、ミライドン。やったね。おー、やったね。はい、前回コライドンゲットできたので、これでコライドン、ミライドン、揃いました。こうなる感じだね。おー、やったね。おー、嬉しい。はい、続いては、誰かな。じゃん。ミミキュの裏は？バンギラス、16番ってことは？ 14、15、16がまた繋がるじゃん。いいね。こうなって、こうなって、こうなる感じ。おお、すごい。はい、じゃあ本日ラスト、誰が来るかな。お三家来い。ガブリアスの裏はゾロアークでした。まあこれはこれで嬉しい。20番ゾロアークでした。このゾロアークがなんとサザンドラとつながるね。裏、あれ、つながるかと思ったらつながらない。つながらないね。え、どこなんだろう。どっちかが端っこなのかな。どっちもこんな感じで端っこなのかな。はい、裏の画面のものであるところに並べてどうやったらつながるかなーって見てったら、ね、飛び飛びなんですけれども、なんとなくつながってきたんですよね。1,2,3,4,5,6,7,8 っていう感じで4つずつ並べてって6列で絵が出来上がるようになっているみたいです。ということで、またここのね、穴埋めのために、またこちら開封して楽しんでいきたいかなと思っています。下も上もね、中途半端な感じなんですけれども、ちょうど揃ってるところがあったので、うまいことこう、見つけられてた感じですね。いやー。まだ御三家。裏はね、二人いるけれども、表側はクワスしかいないので、こちらも頑張って揃えていきたいと思います。はい、では続いて、ポケモンのブロマイドガム開けていきたいと思います。ブロマイドが1つの袋に2枚、そしてガムが1枚入ってるようになってます。はい、全20章裏に書かれてますけど、今日は誰に会えるかな？さあ、今日はポッチャマとアルセウスだ！やばい！やばい、嬉しい。かっこいい、アルセウス。いいですね、これ。は
い。裏側には、あ、ポケモンクイズがあった。じゃあ、ポッチャマから見ていこう。ポッチャマは何ポケモンでしょうか ?1、水鳥ポケモン。2、ペンギンポケモン。3番、コバトポケモン。え、コバトではないから、水鳥か、ペンギンだと思うんだけど。いや、もう見た目からしてペンギンなんだけど、これでペンギンじゃなかったらどうする?さあ、答えはここにあります。せーの、ドン。2番。はい。ということで、ペンギンポケモンです。はい。ペンギンでいいんですね。そのままなんだ。はい。続いては、アルセウス。アルセウスは何ポケモン?瞑想ポケモン?人造ポケモン?創造ポケモン?あ、これはもう知ってたらじゃない?創造ポケモンでしょ。はい。合ってまーす。目線がね、私こっちの方が好きなんですけど、なんかこう見られてる感じがするね、こっち。面白い。でも全体光ってて、これも綺麗ですね。かっこいいな、アルセウス。さあ、続いては誰に会えるかな。同じのじゃないので。あら?ネギがない。お、横バージョンだ。これかっこいいね。ネギがないとからじゃあ見ていこうか。ネギがないとの裏は?はい。ネギがないとと同じ格闘タイプのポケモンはどれ?ゴリランダー、タイレーツ、モルペコ、ハラペコ模様です。え?ゴリランダーじゃないの?え、なんだろう。答え見てみよう。せーの、ドン。2番。タイレーツだ!え、ゴリランダーって何ポケモンよ?草と何ポケモンだろう。格闘タイプじゃないんだね。はい、タイレーツだそうです。タイレーツ可愛いよね。みんな並んでる感じで。はい、そしてもう一枚がまさかのパルキアでした。パルキア、かっこいい!はい、裏側、え?パルキアは何番かな?だって何番、え?あ、そういう、うん、そういうこと?いや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 、さっき見たよね、みたいな。パルキアです。で、キュレムとミュウツーね。はい、2番がパルキアになります。はい。これもかっこいいね、いいね、いいね。はい。ガムはこんな感じ。板ガムが入ってます。ラインナップ全部20種はこんな感じ。なので、かなりラッキーだったかな。すごいよね。縦のこの組み合わせで来るわけじゃないんですね。いろいろランダム。ピカチュウ、ピカチュウ、ルカリオ、ネギがないと、ウオノラゴン、エースバーン、インテレオン、サルノリ、イーブイ、ワンパチ、ポッチャマ、ピカチュウとポッチャマ。で、なんかみんな集合してる。サトシとかゴーとか乗ったやつ。タイレツ、ガブリアス、ダークライ、クレセリア、ディアルガ、パルキア、アルセウスですね。はい。こんな感じ。では、お次はこちら。ゲットコレクションズいきます。ニャンはホゲータ狙いで、ちょっとクワスが出たスーパーボールを2個買ってみました。さあ、今日は出るかな。もうこれボックスと一緒に紹介したいんだけど。来い!あ、ニャオハ来たー!やったー!ニャオハー!ラスト、ホゲータは来るか!お願い、ホゲータ来てほしい。ホゲータ来い来い!どうだ!クワッス。え、ホゲータ別なのかなということで、ニャオハとクワッス。まあいいや。そう、こんなこともあろうかと、どうしても欲しいから、もうこれボックス買ってきたんだ。はい、これで大きさ比べをしてみましょう。ゲットコレクションズの2人はこんな感じ。うん、お顔も可愛くて、サイズ感も結構、私的には好きなんですよね。ちっちゃいけれども存在感がある感じ。ちゃんとね、肉球も肉球してるの、すごくない？めっちゃ可愛いです。いやー、いいね。やっぱニャオハ大好き。はい、二人ともちゃんと立ててくれてます。はい、じゃあもうこれボックス開けていきます。悔しいから、じゃあホゲータから開けよう。これは、L サイズもって書いてるけど、それは別に、この三人じゃないですよね。はい。ラインナップは、ニャンハ、ホゲータ、クワス、サンダース、ファイアローとなっていて、発売されたばかりなので、比較的見つけやすいかなと思います。おもちゃ売り場って書いてますけど、食玩のコーナー、お菓子売ってるコーナーにも売ってます。
さあ、ホゲータは、あ、でかいじゃん。そっかそっか。こんなに大きいんだ。デッドコレクションズと比較するとかなり違うかも。まあ値段的にもゲットコレクションズの方は300円ちょっとぐらいなんですけど、このモンコレボックスの方は500円ぐらいかな。それだったら500円でこっちの方が良くない？中選べるし。はい、足はこんな感じになってる。ホゲータ。リンゴっぽい感じのフォルムが可愛いです。いやー、やっと会えたよ、ホゲータ。こんだけ探して出てこないとやっぱりね、ちょっと嬉しいよね。さあ、ニャオハはどんな感じ？あ、ニャオハもやっぱり大きいね。中に入ってる粒ガムは、まあ粒ガム。はい、こちらもちゃんと肉球が、肉球してる。細かいね。あー、口元がちょっと残念にオファーだった。なんか若干ずれてない？まあまあいいんですけど、ちょっとチラッと見てる感じね。なるほどって感じです。おもちゃ売り場で売られてるモンコレはこんな感じの表情をしていて、これがまた可愛いんですよね。特にニャオハはしっかりと表情が今回の食玩バージョンと違いが出てるので余計に欲しいかも。まあホゲータもね、おもちゃ売り場の子は口開けてて、クワッスは、食玩バージョンはちょっとポーズ決めてるんですけれども、まあ、おもちゃ売り場のは普通な感じのポージング。まあそれぞれいいですね。はい、ということで、クワッス。クワッスはむしろ食玩の方が良くないとかって思ったんだけど。はい、なんかね、風間くんのさらって髪やってるような感じとちょっと似てますよね。はい、口元もなんかこう、若干こう、上に上がってるような感じがして、表情があって、私これ好きです、クワッス。この表情すごく好き。え、かわいいじゃん。はい、ということで。食玩で買えば、おもちゃ売り場で買うよりはちょっと安いんじゃないかな。大きさ的にはあんま変わんない気がする。またおもちゃ売り場のも後で買ってきて、ちょっと比較していこうかなと思います。はい、ということで一緒に並べてみるとこんな感じ。それぞれの可愛さがありますが、やっぱりもうこれ大きいなーっていう印象の方が強いです。はい、では続いてパラダイムトリガーを開けていきたいと思います。誰が出てくるかなー？グミなんだけどね。カード。カードスペシャルみたいなのやりたいな。グミはこんな感じ。クレープ味の板っぽい感じのね、グミは。中のカードは、エレザードコモンカード。一枚ずつしか入ってないから、なんかもっと見たいよね。カードスペシャルやろう。はい。それでは、あ、翡翠のウォーグランコモンカード。まあ、これはこれでね、レアなんですよね。はい。グミの中だと、アンコモンも4種類しかないからね。でも見たいのは、V スターだよ。さあ、来るか。どうだ。オーベム。あ、でもこれもアンコモンカード。粘土弾とサイコアローね。まあじゃあ3つで2つアンコモンが出たからいい方かな。今回はこんな感じでした。はい。では、ポケモンセンターでゲットした商品を紹介していきたいと思います。まずはコーンクリームポタージュの方から行きましょう。ポケモンのクラッカー入りっていうのはウェイって思って、しかもキラキラシールも入ってるっていうことで、はい、買ってきたものになります。でもね、クラッカー1袋に2から4個でしょ？そんなにいっぱい食べられないからな。まあ、とりあえず、見てみよう。さあ、この中にはどんなシールが？あ、パチリスだ！え、大きいじゃ
ん、このシール。私、こういう丸いシールとか、四角い、さっきのね、ウェハースとかに入ってたようなシールが入ってるんだと思ってた。結構大きめです。スパチリス、シールナンバー11番。全40種だよ。確かにキラキラしてる。もう一個は誰かな？写真シール見ちゃおう。お、ここにあった。誰だ？誰だ？あ、リーシャン！かわいいね。かわいい二人が来てくれました。シールナンバー15番。はい、リーシャンです。はい、中のパッケージはこんな感じ。おー、中にもポケモンって書いてる。おー、ピカチュウ！え、これ嬉しいね。あ、ミミッキューとピカチュウ。え、いいね、いいね。もう一つは？この二つしかないのかな？あ、ポッチャマいるじゃん。ポッチャマと、リザードンだとピカチュウ。なんだ、ピカチュウ多いな。じゃ、ピカチュウの袋を開けよう。あ、じゃあちょっとね、子供たちにプレゼント。こう、サラサラするとなんとなく、何個、クラッカー入ってるかわかるかな。3つぐらいは入ってそうな感じ。あ、4つあるかも、これ。4つあるかも。と、これは、3つかな。3つっぽいね。まあ、いいんじゃない？まあ、お湯入れたら、いつものやつだと思うので、まず中を開けてね。まあ、こんな感じよって見よう。丸美屋のコーンクリームスープ。こんな感じね。滑らかなんでしょうね。はい、じゃあ開けてみよう。お、いるね。あ、モンスターボール発見。モンスターボール。ピカチュウめちゃくちゃ笑ってるやつ、かわいい。残り一つは、あ、モンスターボールだ。じゃあもう一つも開けてみよう。お、なんか違う顔が見えたよ、一瞬。誰だった？ピカチュウと？これか、カービゴンだ。カービゴンゲット。あとはこちらもピカチュウだね。ウィンク。あとおしまい。あれ、3つずつだった。はい、ということで今回ゲットした浮き身はこんな感じ。ポケモンのクラッカーいろんな種類いそうだね。パッケージにはゲンガーもいるので、みんなも誰が出てくるかなっていうのを楽しみに開けてみてください。では続いて、こちら、ポケモンパスタ見ていきましょう。300g、茹で時間10分のものが、これいくらだっけかな？ 1000 円くらいだったかな。パスタは全部で4種類。これ多分 EV ですよね。と、お顔をぴょって出してるピカチュウかな。と、ピカチュウの全身とポッチャマみたいな感じになってます。これがパスタでどれほど再現されてるか、見ていくよ。私、これも嬉しい。決めたポイント。はい、パチッと剥がして、これはね、繰り返し使えますよね。こうやってパチッて止めると、密閉できるやつ。かわいい。この色合いもいい。はい、袋にはチャックもついてます。パッケージにね、ポッチャマ、イーブイ、ピカチュウがいるのもいい。これのニャーハックアース、ホゲータのバージョンももちろんやっぱ期待しちゃいますよね。来ないかな。中のパスタはこんな感じ。まあ、比較的イラスト通り、イラストぐらいの大きさで出てるような感じはする。ね、ポッチャマー。ポッチャマ多め。はい。ピカチュウ。これもね、いいですよね。これは一回り小さいかな。でも、しっかり形になってる。はい。ピカチュウの、ね、全身バージョンです。あとは EV。EV も一回り小さいけれども、まあまあ、形にはなってる感じがする。
ね、しっかり見えるよね。じゃあこれが茹でたらどうなるかやっていきたいと思います。標準時間10分で茹でていきます。はい、こちらを10分茹でてくると、こうなります。はい、同じ量くらいでね、さっと入れてやってきたんですけど、トノコもね、形崩れることなく綺麗に茹でられました。これ、ポッチャマわかるかな？膨らむと、まあ、一回り大きくなるかなって感じですけど、目とかもちゃんとわかりますね。お口の部分とかも。かわいい。ピカチュウのお顔バージョンはちょっとこれは膨れちゃったかなって感じなんですけど。まあまあ、これも面白くて、全身の方が結構綺麗にできてるかな。はい。全身のピカチュウはこんな感じ。一番形がこう分かりやすいかもしれない。イーブーはちょっと真ん中に寄っちゃう感じになるかな。可愛いお口とかが消えちゃうような見た目にはなっちゃうかも。まあ、でもね、髪のところとか耳の部分でなんとなくは分かるかな。はい。でもね、それこそさっきのコーンスープとかにちょっと入れてあげると、すくった時に、ああ、この中のパスタもポケモンってテンション上がりそうですし、これはね、ケチャップであえて、お弁当のね、一角に入れてあげたりするのもいいんじゃないかなと思うので、はい、ぜひぜひこちらもチェックしてみてください。300g 意外と量あるので、お楽しみにはいいんじゃないかなと思います。個人的にはこちら一回茹でたのを水気拭き取って油で揚げて揚げパスタとかにしても可愛くて美味しくなると思います。ぜひぜひ試してみてください。はい、というわけで今回もいろんな種類のポケモン商品一緒に紹介してみましたが、いかがだったでしょうか。新商品そしてリクエスト答えていきたいと思いますので、コメント欄にぜひぜひリクエストよろしくお願いします。では次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバーイ。